And welcome to this Q&A arranged by the Swedish Japanese Performers Association. Our goal is to let more people experience Japanese popular culture. This was advertised as an MNG, which was an error, so it's a Q&A. So you won't get to greet, but you can pose questions. We're very happy and proud that to introduce three unique artists here today. From Japan. Nice to meet you.私は今ソロで歌を歌っています。人にお願いして曲を作曲してもらって、自分で主に日記から歌詞をつけています。そして数年前まで白塗りでアイドルをしていたから知ってる人もいるかもしれないけど今は全部自分でプロデュースをしていて、衣装も MV も全て私が監督してデザインをしています。これからもそうだな、なんか自分の中の表現したいものを全て出し続けるので、どうぞ海外からも応援してください。はい、こんにちは、ネムレスのウテナです。よろしくお願いします。一番元気です。スウェーデンに来て驚いたことは、トイレのペーパーホルダーの場所考えた人、ちょっと話し合いたい、私はその人と。だっていつも、こうやってやらなくちゃいけないじゃん。だからスウェーデンの人はきっとここがキュッてなってるんですよね。You feel like Garuda? よろしくお願いします。日本でメロン畑やゴーゴーのメンバーであって、Garudaは自分の本当に好きなことを表現するためにやってます。すごくダークなことをやっているけど、なんだろう、すごいなんかシャイだけど怖くないよってえ、これだよ、これ本当に天才なの。超かっこいい曲を作る。私がやってるジャンルはちょっとブレイクコアとか、ちょっとナードコア、アニメとかのエッセンスとか入ってる、すごくうるさい音にこの可愛い声を乗ってるっていう音楽をやってるんだけど、ほとんどの曲がすごくうるさくて攻撃的なんだけど、彼が作る曲はそのブレイクコアなのにすごい癒し系で衝撃を受けました。あ、死んでる人言った方がよかったか昨日のバンドのモアロックスさん、かっこよかったからコラボしたい。MC から次の音楽に行くまで その演出の仕方がすごくかっこよかった。そう、だから昨日初めて見たんだけど、すごい学ぶことが多かった。あと、できるならマリリン・マンソンとコラボした。That's good. 夢は大きい方がいいから。はい、私は日本のアニメーションに私の姿のまま登場したい。今は呪術廻戦に出たい。私は呪術を使えるようになりたい。そう、もしかしたら呪い側かもしれないでも真面目な話を言うと、ドビュッシーに曲を書いてもらいたかった。やっぱり呪いでこう降霊術してドビュッシーを。ねえ、どうしよう。日本武道館コンスタントにやってると思う。多分何も変わってない。なんかその時にもしも必要とされるなら海外とかにも行ってると思うし、大きいライブステージも来てるかもしれないけど、やってることは何も変わらない。自分の部屋をゲームセンターにしてると思う。それで近所の子供からお金をもらう。え、これネオングリーン。ネオングリーン。Favorite color? Blue and red. Black. Black and purple.
なんだろう、アイドルってなんかいろんなことを自由にできるから、あー、そのなんか、そうだね、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、あと、いろんなジャンルの、なんか、なんて言ったらいい、演技もできるし、モデルもできるし、なんか、アクターとか、シンガーとか、モデルとか、その、いろんなことをアイドルっていうカテゴリーでやることができる。こう、なんか、こうじゃなきゃいけない、なんか、こう、決まったことよりも、すごく自由度が高い。フリーな感じ。真面目に答えちゃった。お父さんはこんな風にいろんな国に行ってたくさん食べ物を食べれることで、悪さは太れないこと。寝ながら食べた昨日の夜。私は今アイドルじゃないんだけど、アイドルじゃなかった時に、いいところでも悪いところでもあるんだけど、なんか自分の中にアイドルの定義みたいなのがすごくあって、でそれを守りながら生きるのはとても楽しかった。定義みたいな。決まるけど、当時はそれを守りながら生きるのがすごく楽しくて、ダントランスで行った。サリというアイドルはコンビニにもマックにも行けなくて、それを守りながら生活するのは結構ハードだったけど、その分、自分の中の、なんだろう、自分のアイドル像がどんどん高いもの、崇高なものになっていたのが、すごく来て楽しかった。なんだろう、あのマルセイバターサンド、バターサンド、マルセイっていうところのブランドがマルセイで、バターサンド、レーズンが入って、クッキー、クッキー、レーズン、日本でも北海道しか買えない。お菓子、ポテチ。わさビーフ大好きだけど、今なんだろう、マラブーチョコレートと、あと2年前にエレブルーに行った時にね、スーパーのアイス売り場にアイスの中にハリボーのクマが入ってた。で、それを食べたんだけど、美味しくなかったけど忘れられなくて、全然上手じゃなかったんだよね。あのアイスが柔らかくてグミは超硬いから口の中でバラバラになるんだけど、でもウテナはそれをもう一度食べたら、はぁスウェーデンってなると思う。全然あ、そうだ、なんだっけ、アーモンドクラッシュ。でもなんか値段が上がってるのに中身が少なくなってるの今すごい、もうホープレスだよね。僕普通のやつ今なんだろう、I agree。 スキニーポッキー、細い、極細、スキニー、スキニー、ah。 それをスキニーなのにウテナは3本一度に食べる。猫、キャッコ、猫、めっちゃ猫、猫かな。アイドルは誕生日イベントすごく大事にしてて、自分の仲のいい友達、アイドルを呼んで曲を交換したりとかするから、そういうことがこの先できたらいいなって思った。 Thank you。